クアラルンプール駅はマレーシアのクアラルンプールにあるマレー鉄道の駅である。1886年開業のクアラルンプール市内最古の駅である。現在の駅舎は海峡植民地時代の1910年に建設されたインドイスラム様式の優雅な建物で観光名所の一つとなっている。リバプール出身の若手建築家アーサー・ベニソン・ヒューバックが設計を担当した。 当時、英領、インドや英領マラヤ在住のイギリス人建築家の間では、ミナレットやドーム天井などのモスクの建築様式と西洋の建築様式を融合する手法がよく使われていて、スルタン・アブドゥル・サマドビルなどもこれに該当する。長年、クアラルンプール中央駅として機能していたが、2001年にクルセントラル駅が当駅の南方に開業し、その使命を終えた。 クアラルンプール発着の長距離列車は当駅を通過し、クルセントラル駅に停車するようになった。ただし、イースタンオリエンタルエクスプレスは当駅に停車し、クルセントラル駅は通過する。しかし、2008年12月から運行開始された一方、クルシャトルトレインが停車するほか、一部の KTM インターシティが停車するようになった。このほか、 KTM コミューターのスレンバン線とポートクラン線の電車が停車する。ラピドクルのパサール、杉駅と徒歩での乗り換えが案内されている。プラットホーム側面から道路を挟んで向かい側には鉄道公社の建物がある。相対式ホーム2面2線の間に島式ホーム1面2線を挟む合計3面4線の地上駅である。地平駅舎は西側にあり一番ホームに面している。 地平駅舎の他に、ホーム北端付近に小規模な共状駅舎があり、こちらから、ラピドクルノパサール、スニ駅への連絡通路が設けられている。駅舎の2階、3階部分は1910年以来、ヘリテージステーションホテルクアラルンプールが入居しており、現在も営業している。マレー鉄道、ウエストコースト線、KTMETS、クトポンセントラル駅クアラルンプール駅、 クルセントラル駅1スレンバン線、ニポートクラン線、バンクネガラ駅クアラルンプール駅、クルセントラル駅、コトリップ海外バンクアラルンプールマレーシア秋踏み社、2017年、21ページ。ISBN 978から4から398155276。世界の鉄道事情アジア編 P99。ありがとうございます。